野中五郎、野中五郎、野中五郎、1910年、明治43年11月18日から1945年、昭和20年3月21日は、日本の海軍軍人、特攻兵器、王家を要する神雷部隊指揮官として、九州沖航空船に参加。最終階級は、戦士による二階級特進で、海軍大佐、海兵61機卒、 1910年11月18日に、東京府四谷で、陸軍少将である父、野中勝明のもとに生まれる。本籍地、出身は、岡山県岡山市。兄に、野中二郎陸軍中佐、2.26事件の首謀者の一人で、自決した野中四郎陸軍大がいる。五郎は、仲の良かった姉が、海軍士官と結婚したことが契機となって、海軍を志す。 東京府立4中を経て、1933年、昭和8年11月に海軍兵学校61期卒業、小移候補正。海兵時代は落第を経験する一方で、鈴木実と親しかった。1935年、昭和10年4月海軍小尉任官。1935年10月第27期、飛行学生。 1936年11月まで、飛行学生を共に過ごした岩屋文雄海軍少佐によると、ベラン名町の江戸小弁を使い、脂質に香を炊き、茶の湯を楽しんでいたという。これはあくまでも、同僚や部下の前で見せる、自己演出であり、家族に対しては、ベラン名町は使わず、また家庭での趣味は、演芸とクラシック音楽の鑑賞だった。感情攻撃機,機員として、 空母、総流に配属されたが、間もなく陸上攻撃機乗りに転身した。1937年、昭和12年12月海軍中尉進級。1938年、昭和13年11月海軍大位進級。1941年、昭和16年9月第一航空隊分隊長。1941年12月太平洋、戦争勃発。 海戦時は、フィリピン空襲に参加。1942年、昭和17年8月第1航空隊飛行隊長。11月第752航空隊飛行隊長。ギルバート諸島沖航空船、マーシャル諸島沖航空船で、大気動部隊攻撃に参加。1943年、昭和18年11月海軍調佐進級。1944年、 昭和19年4月攻撃第703飛行隊隊長。第721航空隊、通称、神々なり部隊の編成に伴い、野中は、王家を搭載して、出撃地点まで運ぶ、立候隊の指揮官として1944年10月、第721航空隊飛行長に着任。11月攻撃第711飛行隊長。野中は、 人形のような立ち振る舞いを好み、攻撃のことを殴り込みと言い、自分の飛行機体を野中一家と称していた。野中が陣取る戦闘式書の詩集は、長大な吹き流しとなむ妙法蓮華経の大器が、はためき、大きな陣大子さえ備えられていた。七百二十一空に三名の搭乗員が着任した際、式台にて、野中は遥か遠くに目を転じながら、見渡す限りの搭乗員。 遠路はるばるご苦労、と任境の大矢部によろしく見えを切ったが、式台から降りる際にはうっすらと涙が浮かんでいた。王家の運用方法が困難であることを知った野中は、この槍、使いがたしと嘆いた。整備分隊長の大島調整海軍隊員は野中について、こんな軽技みたいなもの兵器じゃねえと言っていました。航空本部から担当者が来ていろいろと議論することが多いんですが、 野中少佐は食ってかかっていました。国賊と言われたって反対してやると言っていたのも聞きました。どうせ俺は出世しネームだと言っていたのは本気だったのか冗談だったのかと話している。1945年昭和20年1月、野中は俺は王家作戦を司令部に断念させたい。もちろん自分は必死攻撃を恐れるものではないが、 攻撃機を敵まで到達させることができないことが、明瞭な戦法を許するのは嫌だ。クソの役にも立たない、自殺行為に、多数の部下を道連れにすることは耐えられない。司令部では王家を投下したら立候は速やかに帰り、再び出撃せよ、と言っているが、今日まで危機を共にした部下が肉弾となって敵艦に、突入するのを見ながら自分たちだけが帰れると思うか、そんなことはできない。 大家等家と同時に自分も目標に体当たりすると八木田清海軍隊員に話している。九州沖航空戦中の1945年3月20日に損害を受けて退避中であったアメリカ軍機動部隊に対して大家による攻撃が行われることとなった。しかし3月18日には164機もあった後、交換の戦闘機も3日にわたる 九州沖航空船の激戦で、損失や損傷や故障が相次ぎ、大火部隊の護衛の戦闘機は神々なり部隊で32機、203空からの応援が23機で、合計55機しか準備できなかった。第五航空艦隊参謀長、横井俊之大佐は、護衛機が55機と聞かされた721空司令、岡村元春大佐から参謀長、 もっと戦闘機を出せませんかとくってかかられると、岡村大佐が55機で不安であれば、出撃を中止せざるを得ないと思われます。と、第5航空艦隊司令長官、宇垣きまとい中将に出撃中止を進言したが、宇垣は岡村の肩に手を置くと、悟すように一語一句ゆっくりとした口調で、この状況下で、もしも使えないものならば、大家は使う時がないと思うが、 どうかねと言い聞かせた。岡村は覚悟を決めると、は、やりますと決然と言って、作戦室を後にした。岡村大佐は危険性が高い任務には指揮官が、先頭に立たねばならないと考えて、野中を呼ぶと、今日は俺が行く、行かねばならぬ時が来たと言い放ったが、野中はお断りします。指令、そんなに私が信用できませんか 今日だけはいくら指令のお言葉でもごめんこうむりますと言葉を荒らげて拒否している。岡村は野中の猛虎のような激しい人柄を熟知しており、一度言ったことは絶対に撤回しないと思ったので、そのまま出撃は野中少佐に譲ったが、後年にこの時を解雇するたびに岡村大佐の目は涙でいっぱいだったという。出撃が決まると野中は飛行長。 いわき国広海軍少佐に、ろくに戦闘機のない状況ではまず成功しない。特攻なんてぶっつぶしてくれ。これは、港川だよと言った。1945年、昭和20年3月21日、第721航空隊の立港、母機18機に、王家15機を搭載した第一、神風特別攻撃隊神雷部隊に、野中は指揮官として出撃。 野中は出撃の際にと隊員に訓示を行った。また、それが野中の最後の言葉だったとも言われる。彼が予言した通り、目標とする沖縄近海の敵機動部隊に到達することはなく、その遥か手前の洋上で前期が撃墜されている。そうして野中も戦死と判定された。二階級昇進で海軍大佐。野中隊の全滅後、岡村は昼間に、 大変態での攻撃は困難と判断して、主として白母及び黎明時に、立候小数機を1から2機ずつに分散し、立候1機あたりに戦闘機2から3機の戦闘機の護衛をつけて出撃させる術に変更した。そのため、アメリカ軍の迎撃が分散され、沖縄戦では、大貨車艇内までアメリカ艦隊に接近できた母機も増えて、戦果も少なからず、上がるようになった。その結果、 アメリカの歴史家の第一人者で海軍軍人でもあったサミュエル・モリソンが第二次世界大戦におけるアメリカ海軍作戦前史でオーカについて小型なことととてつもないスピードのためバカ、オーカは我が軍の艦船に対する最悪の脅威となった。それはロンドンを襲ったドイツの誘導ミサイルにほぼ匹敵する脅威となった。と評価するほど アメリカ海軍に恐れ得られることとなった。野中を出撃させたことを悔やんでいた岡村は、その後も出撃する神雷部隊隊員に、お前たちだけを行かせやしない。俺も必ず行くと出撃を見送ったが、終戦後、厚生省、第二福音省に勤務して、部からの福音に目途がついた1948年7月13日に、自殺している。楽しく。 ご覧になりましたら、購読と良いです。クリックしてください。